どうも、作曲の西澤です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ヨーロッパで買ったんですけど、ちょっとお気に入りなんですよ。過去2回分、自分でも見直してみたんですけれど、なんというか、調子出ないですね。調子出ない。やっぱり、実際に人が、ね、生徒さんだろうが、お客さんだろうが、やっぱり実際に人にいてもらわないと調子が出ないというか、調子こけないですね。やっぱり僕も音楽をやるようなやつだったんだなっていうのを、なんかつくづく思うんですけれども、僕、なぜかね、喋るだけの本番っていうのを何回かやったことあるんですよ。作曲家なのに。喋るだけっていうね、あるんですけど、やっぱりそういう時もね、人の反応があるから、なかなかね、クラシックのコンサートで喋ってても、なかなかみんなね、崩そうとしないんですけど、やっぱり顔の表情があるから、笑いを我慢してるなとかいうね、顔があると、よし、よしっていう、そこで掴んで、そこを掘っていくっていうね、そういうことができるんですけど、ね、前回みたいに TDS の3文字、東京ディズニーシーではありませんとかね、どうなんだろうっていうね、受けてるのかこれっていう、寒くないのか俺っていうね、なんか嫌ですよね。今もまあ誰もいない状況というのか、ね、部屋の中で一人 iPhone に向かって喋ってるわけですけど、どうもね、いかんともしがたいなと思います。まあ今しょうがないですね。皆さんとお会いできるというね、状況ではないですから、何としてでも引きこもって、誰とも会わずにね、不要不急は避けてっていうところで、引きこもってますけど、早く皆さんとね、お会いして、実際に、皆さんの反応を見ながら喋れるっていう、そういう日が早く来ることを祈っております。はい、それでは実際にですね、今日こそ実際に和声をどうやって、書いていくのか、そういうことをちょっとやってみようと思うんですけど、まず一番最初に配置っていうことですね。配置。はい、こんな風に。いろんなパターンをちょっと書いてみましょう。これは、要するに人間の声の範囲、ね、合唱ですから、一番最初に合唱ということをとても強調しました。その合唱ということですから、ソプラノ、アルト、テノール、それぞれ、ね、人間の声の範囲、皆さんも一度ぐらいは合唱、ね、やったことあるでしょ。ね、その範囲であれば、何でもいいんです。どこに何を置いても別に不正解ということはないです。どんなパターンもあり得るんです。ただ人間の、あくまで人間の声ですからね、例えばこんなこと書いちゃったらもう大変ですよ。10人ぐらいのソプラノさんにフルボッコにやりますからね、怖いですよね。そうではなく、人間の、あくまで人間の声の範囲ということで、これらを埋めてみたい。で、ここに「正ドアの1度」というふうに記号を書いておきました。正ドアの1度ですから、ね、正ドア、ドレミファソラシドの、ドが高音になる三和音ということは、ドミソ、それぞれそのドミソの音をここに書いていけばいいんです。例えば、はい、ソプラノ3をここに置いてみました。ということで、あとはドがあるから、あとドとミとソを書けばいいんですね。で、それぞれすぐ下の、ね、こういう感じ。ドとミとソ、こういう感じ。こういう感じで置いていくと、もうこれだけです。置くっていうのはただこれだけです。要するに、高音じゃない、バスが示す、和音をそれぞれ上に書いていけばいいんです。ね、だからそれだけです。で、どっちからいこうかな。もちろんソプラノをミに置いたっていいですよ。ちょっとね、テノールさん高いけど。
これだって別に構いません。あるいは これでも構いません。このこれがまあみんな出せる範囲だったらどの範囲まででも大丈夫です、ね、人間の声が出せる範囲だったら別にどこでもいいんです。ただこのテノールからソプラノまでが全て1オクターブ以内で収まっている場合、これを密集配置配分密集、とにかく密集ですね、今一番やっちゃいけないことですね。これらが密集の和音の書き方ですね。でこの範囲が1オクターブを超えるものを乖離という言い方をします。例えばソプラノさんをにドを置くんであれば、それぞれ一つ置きですね。こんな感じね、ドミソ、それぞれここに一つずつねありますよね。その一つ置き、あるいはこういうのもできますね。ね、ミソと、さらにはソ、ソプラノさんにソの音を置いてみるとこんな感じですね、はい、ちょっと書き直しました、すみません、こんな感じ。これはそれぞれ全て、ね、1オクターブ以上空いています。これが乖離、乖離というね、ただこれだけのことですね。それぞれバスの上に3和音それぞれ、置いていく、うん、でこのあともっとそういう例が出てくると思うんですけども、絶対に第3音だけは書かなきゃいけません。第3音を省略するということはできません。ただ第5音っていうのは省略する場合があります。でも今はちょっと考えなくていいです、あんまりね。第5音っていうものは省略しても大丈夫、第3音だけはなきゃダメ、うん、このねこのミの音、このミの音が欠けてるとえらいことっていうこと、ね、うん、まずこれだけ続いて、連結というところです。先ほど、ね、いろんな、配置の方法があるよっていうのを言いましたね。それを今度は、つなげていく、とある和音から別の和音へ、さらにまた違う和音へというふうに、連結させていくというその方法をやってみたいと思います。はい、この課題を用意してみました。これは、何ページ41ページの課題9の5番目の問題、これを例にとって説明してみたいと思います。まずですね、それぞれ今はまだバスの音が全て根音という状態ですから、これもうこのまんまね、今回の何番目の音かっていうのがそのまま和音の度数になっています。つまりね、ドが1度、ドレミファソラシドね、セイドアのドレミファソラシドのドが1度、ドレミファですから4度、ドレミファソですから5度ね、ドレミファソラ、6度、同じく4度、1度、5度、はい、こういう状態で、まずこれね置いてみましょう。
バスが示すこのドの音にそれぞれ三和音を全部乗っけるということでしたね。まあさっき密集と乖離ってことをやったので、まあちょっとね、今やっちゃいけない密集をちょっとやってみましょうかね。はい、ドミソそれぞれ置いてみました。まず一番基本的には、共通音が次の和音と前の和音と次の和音に共通音があれば、それをそのままに残しておく、保留と言いますけど、そのまま残しておくということです。ドミソとファラドですから、ドの音が共通してますね。ここを残しましょう。はい、ドが残りました。あとは、ここ密集で始めていますから、密集の和音の次は密集、ここいきなり帰りとかにしない、歌ですからね、そんなに、こんなになってもねおかしいですから、密集の次は密集ということで、それぞれ揃えるように書いていくわけです。ドを残したのでドラファということですね。さて次なんですけども、今度ファラドとソシレですから、ファラドとソシレ共通音がないですね。共通音がない場合どうつなげていくのかというと、このバスの動きに全て反対になるように、今ここ登ってますから反対になるようにやっていくわけです。というのもそうしないと、ね、完全要するに連続ことができてしまう、それを避けなきゃいけないので、バスの動きに反対になるようにこうですね。ね。で、密集は密集です。ね。密集から密集。その次、5度から6度。5度から6度もソシレとラドミなので共通音がありません。ですから基本的には下げていきます。レがドに下がり、ソがミに下がる。ただここでちょっと気をつけたいんですけれども、このソシレのシの音、これ皆さん何て習いました？音階の7番目の音です。要するに同音として習いましたね。同音なんです。同音というのは音階の7番目というよりもこの5度の和音の第3音、これが同音なんです。5度の和音の第3音っていうことを同音って言うんです。音階の7番目というよりも、ね、この同音ですから、これはもう日本語の通りです。導かなきゃいけないわけですね。導くといったら何を導くのか、主音を導かなければなりません。これは、ね、あの前回、上下の2度で真ん中の音を説明するんですよっていうようなことをね、そういうやり方をしてたんですよっていうようなことを触れたと思うんですけど、それ決して、ね、上下の2度で、真ん中の音を説明するというのと上下の5度でトニックを説明する、これ決して、なくなってはいない、両方とも残っていることなんです。ですからこのシの音だけは上に上がらなきゃいけません、はい、こういう状態で今まで、密集密集密集ときたんですけど、ここだけ必然的にオクターブになるんですね。はい、オクターブになります。このオクターブを挟んだところで、この次乖離に行っても密集に行ってもどっちに行っても構いません。どっちにしてもいいです。これがうまく使えるようになると、
一層こうメロディックなラインというのか、そういうものをソプラノに持っていくことができるんですけれども、ここではあえてね、ドを残してみました。ラドミと今度はファラドですからね、ドが共通してますね。で両方これ残すわけにいかないんです。うん、両方の残せはしない、片方だけですね。ちょっと一回こっちを残してみましょう。うん、で密集にしてみようかな。じゃあこうだ。でファラドとドミソですから、ドが共通してるからドを残す。ミね、これね、ごめんなさい、見にくいと思うけど。でドミソとソシレですから、ソがあるからソを残して密集密集で揃える。こうですね。これで、正解なんです。ちょっと弾いてみましょう。間違いじゃないんです、間違いじゃないんですけれども、ちょっとね、なんか単純すぎる、うん、単純すぎますね。むしろね、この辺のこういってるあたり、テノールがね、テノールだからこっちだ、こっちの方がなんとなくね、上に持ってくるのにいいメロディーな感じしません？うん、ですからこれちょっとやり直しましょうか。やり直しましょうね。これファミレの方、これをソプラノに持ってくるようにしましょうか。ね、こうしたいですよね。ね、うん、なのでやり直し、密集はいけませんでしたね。やっぱ密集いけませんね。ご音行為の帰りで行ってみましょうかね。そしたら、どう残すから、ちょっとソプラノさん高いけど、で今度は全部下がります。いいね。で、ソからラも基本的には下がるんだけど、シだけは上がります。うん、そうすると、こっちにつながりますね。で、ドは今度はここを、こっちのドを残してみましょう。ファラドだからラ、ドミソだからドがやっぱり残りますね。ね、で、ソを残す。こういう感じ。ちょっと弾いてみましょうか。こういうふうにね、
より一層いいラインをソプラノに与えて、うん、でもこうするとどうどうしいっていうこのね、最初ソプラノを置いてたらちょっとなんか退屈な感じだったんだけど、こうテノールにこういうのを置くとなかなかこれ美味しいですよね。そうこういう感じで、つなげていくということです。ちょっといろんなことを補足しておきたいと思います。中には本当に初めたての子たちをちょっと見てるとき、6度というと必ずそのオクターブ配分にしちゃうっていう、その1度の後でも1度6度手続くときの6度もなんかオクターブ配分にしちゃうとか、そういうね始めたての子たちだとそういう例をちょっと見たりするんですけど、それはやんなくていいですよ。あくまで5度の後だけです。それからもう一つこういう感じ、これは同じく41ページの課題9の1番目の問題課題ですけれども、こういう場合、もうすでにさっき説明したところはちょっと埋めておきました。この後ですね、そうオクターブのドを、ね、6度のドどっちを残すのかっていうこと、うん、これね、こうやってもちろん正解なんですけど、悪くないんです、悪くないんですけどもね、次、ラを残してラを残して、ファラドとレファラですから、ファとラが共通しているので、両方残してこうですね、決してまずくはないんです、いいんです、いいんですけれども、あえてね、あえてこっちの度を残してみるっていう、で2度は本来そうやってね、普通こっちを残してたらまあこういったであろうっていうの、これはこのままでいいです。こういう形ラレ、うん、こうするとね、要するにソプラノのメロディーラインのバリエーションがもっと増える、うん、これ、ぜひ、ただねこれ蝶々だけしかできないんです。ドゥアでしかできません。モールの場合はできません。モールの場合ここにフラットがついちゃうから、そうするとラレっていうのは増余度、増余度になっちゃいますね。一つのパートに増音程で、ね、要するにメロディーが進むっていうのは、これはこの和声の訓練の中では避けてください。増音程は避けてください。なのでこれは蝶々の時だけしかできないんですけども、こういうテクニックがありますよということですね。そうね、増音程、増音2度とかね、起こりうると思うんですけども、増音程は、和声の教科書の中ではこれらの訓練の中では使えません。そういう楽しいことは自分の創作の方でやってくださいね。でも蝶々の場合にはこうやってメロディーラインをぐっと動かしてみるっていうテクニックがありますよっていうこと。それから2度から5度の連結っていうところ、これちょっとね、説明しなきゃいけないんですけども、これ、ソシレとレファラでレが共通しているんですけれども、これも先ほど言った通り、上下の2度で真ん中中心音を説明しますよっていう伝統は生きているので、これあえて下げるんです、あえて下げるんです。レシで上下の2度で真ん中を説明するというところから、2度から5度という連結ではあえて全部下げる、あえて全部下げます、うん、
これはバスに反抗してとかそういうこと考えなくていいです。あえて全部下げます、うん、同じ方向で大丈夫です。で、そう残してこうですね。はい、こういう状態。下に来ると、ね、面白くなるっていう、そういう風にメロディーラインを動かしてみるっていう、そういうテクニックがありますよってことです。今日の内容はこの教科書における、まあ、問題こそ第4章の問題課題を使ったんですけれども、この教科書のその前ですね、第3章で触れられているそれぞれの和音の連結、こっちでは、まあ、1度から5度の時はこうしてください、2度から5度の時はとか、ね、5度から6度の時はそれぞれ個別に取り上げられているんですけれども、それを今日はまとめて、全部まとめて、説明してみました。で、さらにこのあと第5章というところで各種の調ということが触れられているんですけれども、基本的な考え自体は変わらないです。つまり、セードアだったらドミソの音が、ね、一度和音ですよね。それが、まあ、例えばゲードアだったらソシレが一度になるっていう、そのまま同じように考えていけばいいんですけども、ただ一点だけ注意してください。何を注意すればいいのかというと、音域、要するに声域が変わってくるということですね。例えばですね、こんな感じで、ね、配置 したものがですよ、じゃあアードアになったからといい、アードアになった、じゃあ3度下だって言って、これこのまま3度下にね、ソプラノさんをこんなことを書いたらね、これもう聖域を過ぎちゃってるでしょ。聖域よりはるかに下ですよね。そうするともうこれソプラノさん出ない、これ出ない部分の音ですから、やっぱり10人ぐらいのソプラノさんにフルボッコに合うっていう、怖いですよ、ね、なので、それぞれの調でいい音域というものをやっぱり探してほしいんです、ね、例えば、ね、こういうことだったらありですよね。で例えばこういうのもありですよ ね。それぞれの調で、それぞれのいい音域、その声部にとって、ソプラノさんにとって、アルトにとって、テノールにとって、まあ、バスはもう書いてあるけど、それぞれのいい音域、一番いいであろう声域というものを考慮しながら進めていってください。ということで、これでも第5章まで終わりましたね。ではその続きはまた今度ということで、頑張っていきましょう。